はい、どうもマノチェイス、よろしくお願いします。はい、見たニュース、前園真聖さん逮捕。はい、いやショックですね、ショックですよ。元サッカー日本代表、いやショックはね。クラブチームどこの印象強い？俺はフリューゲルスなんだけど、いやちょっと待って、ショックすぎるね。いやベルディの時にフルーゲルスからベルディ川崎、当時の川崎ね、ベルディ川崎移籍して、でその時に活躍して、で最後のそのインタビュー、試合後のインタビューで、まあ俺がいれば勝てるっしょみたいな、すっげえ生意気だったの、前園さんも。まあ知ってる人は知ってると思うんだけど、でまあその生意気な人がね、まあ引退して年重ねて、でまあ、テレビ向けかもしれないけど、すごいこう誠実な喋り方するようになって、で確かテレ東だったと思うんだけど、サッカーの試合があったの、サッカー中継が。ちょっとテレ東でサッカー中継っていうのがね、なんか怪しい感じがするんだ、俺の記憶も。ただとりあえずそのサッカー中継で、何の試合かも覚えてないけど、前園さんが解説やってたのさ。でその解説がねすっごい分かりやすくて、でもっと解説やればいいのになーとか、そういう風に思ってたし、ね、今タレントとしてね、タレント、サッカー解説者、まあ要はタレントだな、としてねやってたのに逮捕ですよ。でまあその逮捕された内容が、タクシー運転手さんを殴っちゃったと。お酒飲んでて、で酔ってて、でお金払わずに車から降りて、で運転手さんと口論になって右頬を殴ったらしいんですよ。で暴行傷害の容疑で逮捕。でお酒飲んでて酔っ払ってて覚えてないみたいなことを言ってるらしいんですけども、いい年してさね、何やってんだと、本当に。お酒飲むことは別に否定しないけど、飲み方あるでしょ、大人の飲み方っつうか、はめ外したかったのかもしんないし、まあストレスも溜まってたかもしんないけど、それでも超えちゃいけないラインだよね、暴力。ちょっとねショックですよ。好きだったんですよ、マイアミの奇跡の時のキャプテンだったはず、キャプテンマークを甘えてたはず。いやーショックだよ前園ね。いやーショックだわ。フリューゲルスね、いたんだよ。てかフリューゲルスってチームあったんだよ、今の子は知らないかもしれないけどね。今はあれですよ、マリノスの F 扱いですよ。 F マリノスの F はフリューゲルスの F だからね。いやーショックだわ。ショック、本当にショック。好きだったんだよ前園さん。マイアミの奇跡とかもさ、すごい興奮したじゃん。もう興奮したじゃん、キーパー川口でさ、すっごい頑張ってたじゃん。もういやショックだわ。これショックな人多いんじゃないかな。ただただショックってだけです、本当にショック。何やってんだって、本当に何やってんだ、本当にバカだれって感じだよ。終わります。さよなら。